どうも皆さん、こんにちは、コウキです。今回は前回やって好評だったテレビの放送事故第2弾です。それでは行きましょう。逮捕。殺人未遂と銃刀法違反の疑い。うわ、怖いっすね。この犯人は一体どんな顔してんだろう。え、かわいい。巨人より移籍が決定。福井健二選手。年俸。推定1000円。安っ。もう移籍すな。学校に脅迫電話。男を逮捕。女子高生の制服は素足がいい。知らんがな。イチロー。いや、これリス。イチロー。いや、これアヒル。いや、何しとんねん。お、これは優勝祝いのビールかけですね。いや、楽しそうだな。やりすぎ。もうミシュランマンみたいになっとる。アンパンマン、素朴な疑問。これは子供たちからの質問にアンパンマン作者の柳瀬隆先生が答えてくれるっていうコーナーみたいですね。このコーナーに届いた質問がこちら。ドキンちゃんと食パンマンは結婚するの？ああ、確かに。ドキンちゃんは食パンマンのことが大好きだからね。これは気になる。さあ、先生の回答は？しません。所詮パンと金です。言い方、めっちゃ冷めとる。猛烈な暑さ、明日も続く見込み。いや、涼み方おかしい。修行中か。70歳の鉄人、驚きの山登り。ちょっと寒い。服を着ろ。念のため、津波に注意。関東地方で強い地震で地震。落ち着け。トイレのセンサーを反応させずに用を足す方法。へえ、そんなのあるんだ。いや、何しとんねん。想像より原始的だった。昨日午後10時過ぎ、西武池袋線車内で女性に下半身を押し付け太ももを触る。うわー、これは典型的な痴漢野郎ですね。他の女性が止めに入るも、その女性の下半身も触る。やりたい放題か。全く典型的じゃなかった。西日本、明日にかけ非常に激しい雨の恐れ。いや、今散歩する？もう後ろの講義すげえ引いてんじゃん。こちらマジか、みたいな。ふんわり滑らか、クリーミーキャラメル。いや、見た目アウト。なぜ巻いた？園児が陶芸体験。へえ、今の幼稚園で陶芸とかやるんだ。すごいね。この男の子は何を作ったのかな？いや、ダメじゃない？クオリティ高っ。狙われた制服、またも女子高生通り魔。目撃者が描いた犯人の顔。なあ、下手くそ。この回20点取れ。無茶言うな。乾杯と言うと負けそうでありますから、やっぱりここは完勝でいきたいと思います。政権を必ず取るという決意のもとに。乾杯。いや、完勝って言わんのかい。はい、エンディングです。エンディングですけど、もう何も喋ることがないんで、キレートレモン飲みます。なあ、すっぱ、あー、すっぱ。